さあこれが最後の一戦であります。鶴田がロープに振った、ラリアットが大丈夫だ、空を切った、よく見ていた、よく見ていた、そしてスタンディングスリーパーからあっとバックに回った、ガーン先落とし食ってしまった。これだけは要注意したいと言ってた。しかし鶴田もかなりダメージがあります。カバーできない、カバーできない。さあこれはどちらが先に起き上がるか、どちらが先に立ち上がるか、鶴田か小橋か、小橋か鶴田か。場内のコールは、場内のコールは小橋か、うん、鶴田か、小橋コールが多い、小橋コールが多い。鶴田が上にかぶさった、あーっとカウント2、カウントは2、重点音ストンピング攻撃、これは小橋に送られているのでありましょう。さあしかし頭を振りながらもジャンボ鶴田が起き上がってまいりました。さあ今度はどうする、鶴田ジャンピングに顎の先端にヒット。さあ何を確信したか、ジャンボ鶴田膝当てを外した、膝当てを外した。今度も2位を狙うのか、ジャンピング2位2連発、場外転落小橋健太。しかし後を追いませんジャンボ鶴田、今ゆっくりと場外に降りようというところ。さあ小橋、さあ小橋何をどうする、ボディスラムか、あーあーと今度は鉄柵です、鉄柵に、これは下腹部のあたりを狙われてしまいました。先ほどはこの本部の机に膝を当てられ、今度は鉄柵に下腹部、場内からはブーイングが飛んでおります。顔面にパンチです、顔面にパンチ。ジャンボ鶴田の表情が一層険しくなってまいりました。さあ鶴田が、おーっと鶴田が、鶴田がオンザトップロープ、ダイビングボディアタック、返しました、返しました。